はい、どうもカッパ園長です。じゃあ今度はね、鈴木宗男さんですよね、維新のね、この人についちゃ今さら僕が改めて説明するまでもないですよね。まあ、なんでこれ注目されたかって、やっぱりほら、この間この1周年って別にあの喜ばしいことでも何でもないですけども、ロシアがねこのウクライナにこの侵略ね仕掛けて1年経ったっていう、そういうタイミングでね、まだこのなんかロシアサイダーやっぱこういうこと言うんですよね。もうどんだけこびてんだよな。さすがムネオハウスのだけはあるよ。まあウクライナ批判はさすがになんかあれなのかな、遠慮したのか、なんだかよくわかんないですけども、まあそれよりもやっぱこっちの方がこの人にとっちゃうまみがあるからこういうこと言ってるんだと思いますけども、まあ鈴木ムネオさんがね、ロシアへの、日本がですよ、ロシアへの経済制裁をやめれば北方領土は帰ってくるとか言うんですよね。アホかと。だったらもうとっくの昔に帰ってきてなきゃおかしいじゃねえかよ。てか何言ってんですかね、この人、ほんとね。ロシアに対する日本の経済制裁について、参議院議員の、鈴木宗男さんがね、日本が経済制裁をやめれば、だから日本が悪いって言ってるんですよね。北方領土は帰ってくると。へぇ。これなんかテレビ愛知、なんか番組内での話らしいんですけどね。激論コロシアム。経済制裁を見直すべきかとの質問に対してそう答えたんだって。で、ロシアに対して、経済制裁はしたらダメだと。意味がないと。それより停戦、話し合いの場を作ることだと発言。作ることだ、じゃああんた作れんのかよ。でその上で経済制裁をやめるメリットについて問われると、日本の国益に北方領土がある、経済制裁をやめれば北方領土は帰ってくると。何の根拠もないよね。日本が、ね、ロシアに対して頭を下げれば北方領土帰ってくるんだってよ。へー。で、総理がウクライナに行ったら日本の明日は厳しくなるって言ってるんですよね。北方領土交渉は進展せず、解決のめどは立っていない。まあそもそも日本社会がこの本気で取り返そうなんて誰も思ってないでしょ、はっきり言って。ね、これはあの竹島もそうだし、全部そうですけどね、結局なんか興味ないやつが多すぎるんだと思いますよ。じゃなかったらもんな、ねえ、もう何年経ってるよ。ね、拉致被害者の件もそうだしさ、竹島もそうだしさ、北方領土もそうだしさ、いやーもう今の、でも別にあの政治家連中だけのせいにするつもりはないです。ね、この僕ん家も、ね、この隣、ね、近所のこの目の前の通りとかもさ、ね、外苑通りとか、相変わらずこのね、この日曜日とか、なんかこの国民の祝日なんかのこの街宣車が出張ってきて、ギャン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 やってますけども、そんなことやったってね、取り返せることなんか、領土を取り返せるかと、取り返せるわけがないんで、だからどいつもこいつもがね、言うことだけ言って、ね、やることはやらずに、ね、やったふりしてるだけなんで、しかもこの人は平気で堂々と嘘ついてますからね、帰ってくるわけがないじゃん。取り返しに行かない限りは帰ってくるわけがないですよね。で、帰ってくると、ロシアに加担することで本当に帰ってくるのか、ね、他のなんか番組共演者に、ね、突っ込まれた時にロシアに加担することで本当に帰ってくるのかと。本当ですよね。で、帰ってくると、安倍さんが2018年にシンガポールで合意したラインで交渉すれば帰ってくると、しれっとなんか安倍さんの名前出してるし、胸押しを炸裂させたと。何が胸押しだよな。また岸田総理がウクライナ訪問を検討していることについて、鈴木宗男さんが、総理がウクライナに行ったら日本の明日は厳しくなる、日露関係は終わると、なんかことごとく日本次第みたいな感じで言ってるけど何言ってんすかね。ウクライナに同情的な世論を批判だと。そこまでウクライナに同情的な世論でもないんじゃないの、ロシアとの関係を重視すべきって訴えたそうなんですけどもね。相変わらずだな。でまあこの鈴木宗男さんみたいなね、まあ宗男さんだけじゃないっすよ。もう変な話ね、この地方自治体の長ね、
都道府県知事もそうだし、ね、このなんか国会議員だって、ね、衆議院だろうが参議院だろうが与党だろうが野党だろうがどいつもこいつも、まあ、要はこの甘い汁吸ってるこの水加減つんですかね、個人差があるっつうだけで基本的にもう反日売国の類ばっかりだと思いますよ、うん、でね、これどうすればいいのかなってずっと考えてるんですけども、例えばこの反日税売国税って要は金じゃないですか、これ逆はできねえのかな、日本のことを考えれば考え、変な話、このジャパンファーストっていうか日本、ね、僕なんかもよくこの動画の中ではこの、ね、簡単に言ってますけども、日本のためにとか日本人、日本企業、日本社会のために、だからまあ右左で言えば右、保守革新で言えば保守、でもその右とか保守とかっていうんじゃなくて、本来だったらほら、ね、右も左も、ね、保守も革新も、ね、この政治的スタンスが違うっていうだけで、日本のために、ね、どうにかして日本社会を良くするた、より良くするためにっていうのは昔はそうだったはずじゃないですか。でもいつの間に、ね、どう、ね、右だろうが左だろうが保守だろうが革新だろうが、もうそのなんかこの区分というか、どっちか、どちらか、どっちかっていうよりは、そのどっちも反日になっちゃってるじゃないですか。だから反日かそうじゃないかっていうところで、まあこの話もよくしてますけども、その反日ではない、だからって親日かっていうとそれもちょっと違うんですけどもね、我々日本生まれ日本育ちの日本国民はね、そもそも日本が最優先であり、ね、日本が第一じゃなきゃおかしいわけじゃないですか。だから親日とかね、そういうもんでもないですよね、そもそもが。だから反日か反日じゃないか、要は反日じゃない、反日はほら金になるからやってるわけでしょ、ね、国売り飛ばしてさ、ね、私腹肥やしてるやから、だからその反日じゃ なければないほどこの金になるっていうか、な、変な話、この理念とかその崇高さというかさ、そんなもんだけじゃ飯食えないじゃないですか、現実。だから例えばその国会議員とかね、この何かしらのこの議員政治家をやるにはもう金はもう持ってるとね、もう何度人生やり直す分ももう金は稼いだ、だから最後なんか社会貢献じゃないけどこのボランティアっていうことでっていうことができる人しかね、やれないようにできないのかっていう話をしたことがあったと思うんですけども、でもそれもはっきり言って現実的じゃないじゃないですか。だから一層なんかこの、ね、どうやればいいか分かんないですね。反日が要はこの金ね、売国でこの金だから、反日じゃ なければないほど金になるような、だから日本のことを思えば思うほど、ね、日本を最優先にすればするほど、ね、みんなにも感謝される、でもうドストレートに日本のためにもなる、ありとあらゆる意味 でしかも自分の金にもなる、だからこういう仕組みって作れねえのかな。だそうすれば多分わざわざ反日、ね、この裏切り者とか売国奴なんてこの、ね、後ろ指どころかそこをこの指摘されて、うん、へ、知ったこっちゃねえよそんなもん、ね、どいつもこいつも綺麗事ばっか言いやがって、ね、自分の生活が最優先に決まってんじゃねえかよ、国が、ね、自治体が何してくれてんだよって、ね、売国大いに結構だよって開き直るんじゃなくて、ね、日本のことを最優先に考えてこう発言行動すればするほど感謝もされるし、日本が発展するし、で自分のこの稼ぎにもなる、なんかそういう仕組みってうまいこと誰か作れないですかね。ね、だからそれが反日よりも上回ればさ、ね、わざわざ裏切り者、ね、売国奴、そんな風に言われながら、ね、私腹肥やすやつはいなくなるような気がするんですよね。あ、具体的にどうすればいいかちょっと僕には分かんないですよ、うん、じゃあ金のためにってね、いや金のために反日売国するようなやつらがなくせるんだったらね、金のためにジャパンファースト、うん、大いに結構ですよ、まだそっちの方がいいですよ、どうすればいいか知らないですけど、うん、なんかそういう風にできねえのかなってちょっと思ったんですよね、うん、要は反日税、ね、売国っていうぐらいだから金ですっ転んでるわけじゃないですか、うん、だからここをどうにかすることができればなんかうまい方法ないかなってちょっと思ったんですよね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。